約20億年前のアトランティカ大陸。太古代のクラトンは灰色で表示される。アトランティカ大陸とは、約20億年前の現世代にこの大陸を構成するクラトンが形成され、大体15億年前の地球上に存在したと考えられている大陸である。アトランティカという名称は、ロジャースが1996年に提唱したもの。 現在の大西洋の南部はアフリカ大陸と南アメリカ大陸とが分裂したことによって形成されたためこの名称が与えられた。この大陸を構成していたクラトンは現在のアフリカ大陸の西部と南アメリカ大陸の東部に存在している。ロジャースによればアトランティカ大陸の主要なクラトンは約19億年前に形成されこれはルーナ大陸の形成と 同時期であるという。なお、ここで言う、アトランティカ大陸の主要なクラトンとは、現在の南アメリカ大陸に存在するアマゾニアクラトンと、現在のアフリカ大陸に存在するコンゴクラトン、西アフリカクラトン、北アフリカクラトンである。5億5000万年前の地球を再構成した図。西ゴンドワナを形成するアトランティカ大陸のクラトンを示す。 アトランティカ大陸がヌーナ大陸から分離したのは約16億から14億年前だと考えられている。これはちょうどコロンビア大陸が分裂した時期にあたる。コロンビア大陸とは、いわゆる超大陸であり、このアトランティカ大陸のほかヌーナ大陸、ウル大陸、アークティカ大陸が合体した広大な大陸だったと考えられているが、 この超大陸の分裂によってアトランティカ大陸は独立した大陸となったとされる。その後、アトランティカ大陸は約10億年前にヌヨナ大陸、ウル大陸と再び衝突し、さらにいくつかのプレートとも衝突してロディニア大陸という超大陸を形成したと考えられている。このロディニア大陸は10億年から5億年前の間に分裂して、 ローラシア大陸、ゴンドワナ大陸を形成し、さらにこのゴンドワナ大陸は、東ゴンドワナ大陸と、西ゴンドワナ大陸に分裂した。このうち、西ゴンドワナ大陸の中央部を形成していたのが、もともとアトランティカ大陸を形成していたクラトンである。その後、これらのクラトンは、作り山運動などに関わり、そして、現在は、大西洋の両岸に分かれて存在している。 参考文献の一つに挙げられている A History of Continents in the Past 3 Billion イヤーズの執筆者特に断りがない限り本校に出てくるロジャースはこの人物であるアークティカ大陸とは約25億年ほど前に地球上に形成されていたと考えられている古代の大陸であるその後アークティカ大陸は約10億年前に アトランティカ大陸やヌーナ大陸などと合体し、ロディニア大陸という超大陸を形成したと考えられている。このロディニア大陸が分裂してから、アークティカ大陸の断片は、北半球の高緯度地方、つまり、北極の近くに止まっている。このために、この大陸は、アークティカという名称で呼ばれる。現在の北極周辺にあるカナダ建城地や、 シベリア縦て上地はこのアークティカ大陸の断片である。a b 三カラン、AV、ザ・スーパーコンティネントメドレー、リーセントビューズ P1122AB ロジャース、ジョン・ JW、A History of Continents in the Past 3 Billion, y e a r 吉田、ウィンドリード・スクープタ2003、プロテロゾイック・イストゴンドワナ。スーパーコンティネント・アッセンブリーブレイクアップ P16 アルカミム・エトール2006アブストラクトノース・エトール2007キネマティック・エボリューション・オブ・ザ・ロス・ウエスト・コンゴオロゲンインブラジル・アフリカナッツ・クラッカー・テクタニックス・デューリング・ザ・ネオプロテロゾイック・アッセンブリー・オブ・ゴンド P ・ワーナ・ー60ありがとうございます